心おきなく。皆さんこんばんは、小原好美です。この番組は私小原好美がいろんなことを心おきなくおしゃべりしていく番組です。しどろもどろになっちゃった。本日は9月6日。9月入りましたね。なんか涼しくなったり暑くなったり繰り返していますが、まあ今日もね、暑い中この文化放送さん来てメールを選んでる際、到着して早々、あ、暑いなと思ったら、こんな素敵なものが来ていますよって言って、残暑見舞いでね、インスタントシュガーさんがうちわの手紙を送ってくださったんですよ。だからこれでずっと仰ぎながらメールを選んでました。ありがとうね。そして、あ、なんか、あ、そっか、街角魔族の2期が発表されましたね。そう、皆さんからたくさん今回お手紙メールいただいたので非常に嬉しく思っております。後ほどまた触れていこうかなと思っていますけれども、最近私なんだろうな、お仕事いろいろやらせていただいてるんですが、ほとんどね、特にアニメーションはもう来年に放送されるものを、来年を予定しているもののお仕事をさせていただくことがほとんどで、だから後々ね、なんか皆さんに素敵な報告ができるんじゃないかなと思いながら、早く言いたいなと思いながら頑張っていますよ。ということで、そろそろ参りましょう。今回も私のおしゃべりを心置きなくお楽しみください。ココネームタクアニストさんからいただきました。何か一つスポーツがプロ級にできるようになるとしたら何のスポーツがいいですか。スポーツ、へー、マラソン、長距離かな。小原好美の心置きなく。改めまして、小原好美です。そうだね、スポーツ、まあこれっていうものいっぱいあるけど、まあでも普段もしやすいから、最近私そのランニングっていうかジョギングっていうか、こう歩くことを始めたんですよ。で、まあ久しぶりにまた始めたから、体がやっぱりなんかなまってるというか衰えているというか、だから前できた距離がやっぱ今ちょっとしんどかったりするから、まああとはこの夏でね、暑いから、日が出てる時間をなるべく避けてはいるんですけど、なんかね、10代の時にできたことがちょっと衰えてきて自分にショックを受けている。そうそう、なんて思いますよ。みんななんか最近始めたこととかあったりしますかね。ではでは、状態読んでいきますよ。ラジオネーム紅茶さんからいただきました。ありがとう。小原さん、こんにちは。こんにちは。街角魔族の2期発表されましたね。はい、自分は一期のアニメを見て原作を衝動的に全巻購入したのですが、ここからさらに面白くなるのでアニメで見られるのが楽しみです。小原さんは以前、街角魔族は試練のような作品だったとおっしゃっていましたが、二期に向けて心構え等ございましたらぜひ教えてください。二期でも小原さんが演じるシャミ子ちゃんが見られるのを楽しみにしています。頑張ってください。ありがとうね。そうなんですよ、街角魔族のね、2期、発表になりまして。まあ、私たちは、やっぱ中の人、役者なので、ちょっと前から、まあ、お話は伺っていたんですけど、いや、嬉しいですよね。なんか、去年かに放送されていたから、こんなに早く決まったのは、すごく嬉しくて。で、最近、私、あかりん、こと紀藤あかりちゃんにお会いして現場ですれ違ったんですけど、その時にあかりんと会うことってあんまりないから、だから、あ、久しぶりとかって言ったら、あ、まいなちゃんじゃんって言われて。そう、まあ、知らない人は何の話って思うかもしれないんですけど、
マイナンバーっていう制度あるじゃないですか。で、今 CM でいろいろやってたりとか、キャンペーンやってたりするからご存知の方いらっしゃると思うんですけど、マイナンバーってマイナちゃんっていう白いウサギちゃんのキャラクターがいるんですけど、その子の声を私3年ぐらいお世話になっていて、そのマイナちゃんの声を務めてるんですけど、たまたまアカリンがそのテレビ CM で、見てくれたのかな。だから、よくわかったねって言ったら、うん、見てすぐわかったよって言われたから、私、たった一言しかなかったのによくわかったねって言ったら、うん、声聞けばすぐわかるって言われて、なんかその時にさ、何嬉しいとかって思って。で、アカリンさ、今忙しくしてるじゃない？アニメはもちろんアーティスト活動とかもしたり、あとははたまたいろんなところに引っ張りだこになってテレビとかにもこう出演されたりしてるのも私知ってるから、私もテレビ見たよって言ったら、すごいなんか、ちょっと恥ずかしそうにしながら、ありがとうって言われて、なんかそのやりとりが、シャミ子とモモみたいに感じて、まあ、アカリンからしたらなんてことないただの会話なんだと思うけど、そう、なんか、あ、嬉しいなと思いながら、そう思いましたね。っていう形なので、変わらずね、第2期のアニメ、お届けできると思うので、まあ私は2期も変わらない。多分試練になるんだろうね。1話で300ワードくらいまた喋ることになるのかな。頑張る！みんな応援してね！では、続けて読んでいきます。ココネーム、ソナチンさんからいただきました。ありがとう。ココちゃん、こんばんは、こんばんは。8月23日放送会で読まれていた、坊主の彼女です。ほう！実はこの日、ちょうど彼の誕生日だったんです。二人でバースデーケーキをつつきながら、ココラジを聞いていたタイミングで彼のお便りが読まれたので、本当にびっくりしました。私は、月が綺麗、かぐや様、スタプリでココちゃんのことが好きになり、彼におすすめをし続けていたのですが、まさかココラジにお便りを送っていたとは知らなくて、とても嬉しかったです。ココちゃんを応援してよかった、おすすめし続けていてよかったとここまで思ったことはないです。ココちゃん、私たちの新生活を応援してくださって本当にありがとうございました。これからも二人で応援させていただきます。なんて覚えているよ、前回ね。そうそうそう。坊主さんの方が、メールを送ってくださって。こんな偶然あんの？一緒に聞いてたんだ。しかもお誕生日だったんだ。おめでとう！やじゅめ。じゃあね、素敵な新生活が始まっているのかな。嬉しい。なんか、じゃあ、二人の、まあ、癒しになるかはわかんないけど、私が出ているアニメをね、二人で見てくださったら嬉しいな、なんて思いますよ。素敵なメールありがとうね。では、こんなリア充の、メールが、を読んだ次にこちらのメールに行きたいと思います。ココネーム、腰が痛さんからいただきました。ありがとう。小原さん、こんばんは、こんばんは。1年ほど前からこのラジオを拝聴させていただいておりますが、初めてメールを送ります。ありがとうございます。僕は高校3年生です。うん。1、2年は部活動を一生懸命取り組み、3年生になってからは勉強に励み、夏休みも朝から晩まで頑張っていました。このように、とても充実した高校生活を送っています。あれ？何かが足りないような。そうです。彼女ができません！以前、友人の自称モテオかっこわらにこのことを相談したところ、やっぱモテるためには清潔感が大事だ。お前はスタイルもいいし、肌も綺麗だ。顔はちょっとあれだけど、まあ後ろ姿がイケメンだと褒められているのか、けなされているのかって感じでしたが、清潔感が大事だということは確かに一理あるなと思いました。僕は普段寝癖もそのままだったり、服はちょっとシワシワで外に出たり、だらしない部分が多いです。でもだらしない男子が好きって女子も少なくないと思います。小原さんはちょっとだらしない男の子はぶっちゃけありですか？ぜひお聞きしたいです。さっきの幸せそうな新生活が始まったカップルの次がこちらの腰が痛さん。十分幸せな青春を過ごしていると思うけど、まあね、恋愛したいって思っていたとしたらそういう風に感じるのかな。清潔感は、これは男性問わず女性も大事だとは思うよ。
あとはあれだね、あんまりモテたいモテたいっていうのはあんま表に出さない方がいいんじゃないかな。あんまそうすると逆に女性って近寄ってこないと思うし、あとよくなんか言わない？恋人が欲しいって思ってるとできない。諦めたり、なんか別の、例えば仕事とか、なんかこう一生懸命取り組むことがあったりしていると、突然ふっと現れたりするとかって。だからなんか頑張ってることがあるんだったら、今はそれに向かって頑張ってたらいいんじゃないかなとは思いますけど。あとは、ちょっとだらしない男の子はぶっちゃけありですか？だらしないのは嫌だけど、完璧すぎるのも、あれかなとは思うかな。なんか、なんか一緒にいて楽しいなって思える人がいたらいいと思うけど、ちょっとなんかこう、一つ欠点があったり、なんかこう、欠けてるものがあってもいいとは思う。なんか人としてすごく大事な、なんかことが欠けてたら嫌だよ。なんか常識はもちろんあってほしいし、私ずっと言ってるけど、ありがとうとごめんなさいが言えない人は絶対嫌なんだけど、デートしてたりとかさ、わかんないけど、なんか、そのさ、ソナチンさんとかわかると思うけどさ、新生活でこう、同棲したりしたらさ、なんか、わかんないよ。妄想だけどさ、相手の知らない部分とかが絶対見えてくると思うんだよ。だからなんかそういうの見て、全部が 100% なんかこう、完璧って人はいないと思うの。女性でも男性でも。だからなんか欠けているっていうのはいいと思うよ。私はどっちかっていうと可愛いなって思っちゃうかもしれない。場合によるけど難しいなでは続けて読んでいきます。ココネーム主食はもやしさんからいただきました。ありがとうございます。ココちゃんこんばんは。こんばんは。いつも楽しく拝聴しております。ありがとうございます。ココちゃんにどうしてもお礼を伝えたいと思いメールを送りしました。うん。昨年仕事に悩んでいた時にココちゃんのインスタで質問募集があり、そこで一緒に仕事をしたい人をどうやって説得するかについて質問させていただきました。その時ココちゃんからは相手をしっかり受け入れた上であなたが必要ということを伝えてみてはというアドバイスをいただきました。ココちゃんのこの言葉が新しい仕事の進め方に一歩、踏み出せなかった僕を力強く後押ししてくれました。具体的には力になってほしい仲間に自分から積極的に話しかけ、あなたのこういう力が素晴らしいのでぜひ力を貸してほしい、一緒にこういった仕事をしていきませんかというお願いを地道にし続けていました。僕のストレートな言葉に賛同してくれた仲間が次第に集まってくれ、今では10人を超えるメンバーで新製品を作るための新しい仕事に取り組んでおります。一歩踏み込んで話をしてみるとみんな協力してくれること、今でこそ振り返ってわかりましたが、当時はなかなかその一歩が踏み出せず長年悩んでいました。ココちゃんのあの時の言葉がなかったら今の僕はきっとありません。ココちゃん本当にありがとうございましたというメールをいただきました。覚えてます。質問募集して、なんか定期的に私なんかこう、聞きたいことありますかとかっていう風にやってるんだけど、なんかね、やっぱすごい真面目な質問をしてくださる方も中にはいて、まあ、私なんかが回答したところで、解決につながるかはわからないけど、と思いながらいつもお返事させていただいているんですけど、なんか、まあ、でも私の言葉で全てこう繋がったわけじゃないと思うのね。それをきっかけに、主食はもやしさんが動いたわけだから、全ては主食はもやしさんの行動が全てに繋がったとは思うんだけど、なんかそのきっかけに少しでもなったんだとしたら、私はとても嬉しいななんて思うし、なんか、ああいう質問コーナーとかで真面目にこう答えたものに対して、このラジオでもそうだけど、お手紙の方にね、ファンレターの方になんかちょっと、お礼だったりとか、勇気もらいましたとか、なんか例えばやっぱり一人になるとちょっとネガティブに人ってなったりするじゃない？そういうふうに思っているところを前向きになれたのは、あの時の、ココちゃんのインスタの投稿があったからですとかって言われてると、なんかアニメを通じてココちゃんを知って応援していますっていうのはもうもちろん嬉しいんだけど、なんかちょっとでもそうやってその全然会ったことない誰かの心に何かこう刺さったり動かすきっかけになったんだなと思うと非常に嬉しいですよ。主食はもやしさん頑張ってくださいね。では続けて読んでいきます。ココネームマフィ太郎さんからいただきました。ありがとう。
ココちゃん、こんばんは。こんばんは。ドットアイの頃から密かに応援させていただいておりましたが、初メールになります。ありがとうございます。先日、実家の大掃除をしていたら、当時父が撮ったであろう8ミリのビデオテープが大量に出てきました。ラベルには、兄と僕の名前、いつどこで何をしていたのかが書いてありました。テープはアナログものですので、劣化もしているだろうなと思いつつ、デジタル化できないものかと調べてみると、意外と簡単にできることが分かりました。パソコンに取り込んだ動画を母に見せたところ、かわいい、こんなことあったんだと泣いて喜んでいました。父に、よくまあいろいろ撮ったね。当時のカメラなのにブレてないし、と言うと、腕をポンポンと自慢げに叩き、ドヤ顔をされました。本数が本数なので時間はかかりそうですが、親が喜んでくれるのは嬉しいですね。今まで親不孝者な僕でしたが、少しずつ親孝行していきたいと思います。ではでは、という。なんだこのほっこりするメールは。いいね、なんかこういう昔の動画ビデオとかっていいよね。うちもあったな。なんかどうしたんだろう、あれ。実家残ってんのかな、捨てちゃったのかな、わかんないけど。なんか、いっぱいあったな。いくつだ、あれ。私が2歳とか3歳くらいの動画、もっとちっちゃい時か、からの動画がいっぱいあったりして、みんなで、家族で見た記憶があったりしますね。なんか、もうね、ちっちゃい時から本当に落ち着きが私はなかったから、カメラで追っかけらんないの。そう、とかね。ビデオに収めた動画もあれば収められなかった動画として母親が覚えてるなんか話が、すごくいいブランドの口紅を一本持っていたんだけど、なんだったか、どこなのかな、忘れちゃったけど、なんか鏡の前でよくあるブチェって塗ってて、でその鏡に映ってる自分にチューしてたんだって、私が。だから鏡も口紅で真っ赤になって汚れていれば、服も口紅でべちょべちょになっていれば、その一番大事な母の口紅はもうそこをついていて何もないっていう、ね、ブチ切れられた記憶はあるんですけど、その口紅はもう残念なことになっていたかな。でもなんか、家にあんのかな、ちょっとお母さんに聞いてみようかな。と、まあ、今回のふつおたはなんかほっこりするものが非常に多かったですね。ありがとうございます。ということで、ここからはこちらのコーナーをお届けします。あの人のここが大好き。こちらは皆さんからの、身近にいる人や憧れの人のここが好きだなというエピソードを送ってもらうコーナーです。私最近気になっている人、ちょっと名前がパッて浮かばないんですけど、写真を撮るのが好きなので、カメラマンの方でこうインスタをされている方、何人かこういつも拝見してるんですけど、なんだろう、表現力っていうか、すごい独特な写真を撮られる方もいれば、あとは本当の日常の何でもない風景を切り取っている方もいたりして、なんか人の目にいろんなものってこうやって普段当たり前のように写ってるけど、それを一枚の写真として切り取るとこんなにも違うんだって、人によって見え方って違うんだなっていう風に感じて、なんか、いろんな人の世界を見るのが好きですね。ではでは、読んでいきたいと思いますよ。ココネーム、シンジムさんからいただきました。ありがとうございます。ココちゃん、こんばんは。こんばんは。僕の大好きな人は上司です。末っ子で甘えん坊気質な僕はついつい上司に仕事と関係ないこともいろいろ話しかけてしまうのですが、気さくに返してくれるとても素敵な人です。僕もいい歳なので甘えすぎは良くないと思いつつ、その優しさに依存気味になってしまっています。ココちゃんは弟さんがいらっしゃるのでお聞きしたいのですが、甘え気味に頼ってくる年下の男性ってどう思いますか？何これ、この最後の2行があることによってさ、このシンジムさんがさ、甘えて上司にどうのっていうのは、この上司に当たる方は異性なのかい？女性の上司に甘えてんのか、どうなんだろうな。でも上司の方がいいよって言ってくれてるんだったらいいんじゃない、
ちゃんと仕事してね。あとはまあ弟がいるけど、弟は別に甘えてこないかな。確かに私が帰ったり、それこそまあ昨日とかも夜時間があったから、普通にご飯家で一人で食べてたら弟から電話かかってきてテレビ電話したりしたけど、なんか別に何だろう、暇だからお互い連絡を取り合ってただけで、なんかお姉ちゃんお姉ちゃんっていうわけでもないし、甘えられてるわけでもないから、あんまり年下の人にそういう風にされる経験ないからわかんないな。どうなんだろうね。なんかシンジムさん大丈夫かな。では続けて読んでいきます。ココネームケイさんからいただきました。こんにちは、こんにちは。コナミさんは普段どんな手段で移動することが多いですか？自分は駅が家から遠く、またバスなどを使うまでもないため、お手頃な自転車をよく使います。そう、自分が好きなものは自転車です。自分は同じ自転車を4年ほど使っています。この自転車はどんな時も交通機関を使わず、ケチな自分を乗せて駆け巡ってくれています。ロードレーサーでもなく、マウンテンバイクでもない、ただのママチャリ。なんだか、一蓮托生のように、自分は感じています。しかし、自転車屋の人からは、これは買い替え時だよ、と言われるほどボロボロになっています。前輪は歪み、チェーンは2日に1回は外れてしまいます。そろそろ買い時かなと思う時もあります。しかし、まだこの自転車とは走っていたい。自転車も自分の思いに応えるようにボロボロでも走ってくれています。そんな自転車が大好きです。このみさんは何かずっと大切にしているもの、大好きなものはありますか？よければお聞かせください。なるほど。自転車ね。私は実家にいるときはよく乗ってたかな。弟の自転車をパクって。上京してから乗ってないな、一回も。いいよね。なんか地元いた時よくその用もなく自転車乗って、その家の周りがすごく海とか山も近い自然豊かなところに住んでいたのもあって、自転車で走るのすごく好きだったんですよね。あとなんだ、ずっと大切にしているもの、私ね、最近禁食なことがあってね、9年8年ぐらいずっと使ってた赤いペンケースがあったんですけど、もうファスナーが壊れてしまって、もうね、多分直そうと思えば直せんのかもしれないけど、もうボロボロになっちゃったから、いよいよなのかなと思って、でもすごく気に入ってたから、ずっと使ってたんだけど、なんかショックで、そう、なんてことない普通の赤字に、なんか白いちっちゃい豚さんがいっぱいバーって豚の模様が入ってる可愛いやつだったんだけど、そう、もう捨てることもできないから、今家の棚にそっとしまってあるかな。うんうん。なんか長年使ってるものってやっぱ愛着湧くよね。では続けて読んでいきます。ラジオネームりょんりょんさんからいただきました。ありがとうございます。ココちゃん、こんばんは。こんばんは。僕が大好きだと思っている人は自分の妻です。ほう。我が家には7歳3歳0歳の3人の子供がいて、共働きをしています。妻は今は育休中ですが、子供がいる中で仕事を頑張り、子供が怪我や熱を出した時には病院に連れて行き、家では懸命に看病してくれるなど、本当に家族のために尽くしてくれます。今の時代、共働きの家族は少なくないので、当たり前だと思うかもしれませんが、それでも愚痴も言わず、僕や子供のために頑張っている妻を尊敬しています。そして何より妻とは気が合うので、食事をしたり映画を見たり、何気ない時間もとても楽しいです。妻のいない世界は考えられないほど大好きです。何これ。結婚してさ、もうだって一番上の子は7歳でしょ。これだけ共にこう歩んでる時間が長い中でもさ、奥さんのことこれだけ好きだって言えるのってすごいことだと思うよ。し、なんだろう、正直さ、やっぱりこれだけ長くいると、まあ共働きってとても大変じゃない。子供しかも3人もいてさ。でもやっぱり
今の時代少しずつこう変わってきてるから、家事をやるのはなんか女とか男とかってそういうルールはないとは思うけど、あのなんだろう、やっぱさ、奥さんが家で家事をしてくれてっていうの、そのいつも見てる風景がやっぱどうしても当たり前になってくるじゃない。だからそれをもさ、こうやってなんだろう、当たり前だと思うかもしれないけどって言って頑張ってくれてる妻を尊敬してるって言えるりょんりょんさんが素晴らしいと思うよ。へえ、いいなあ、こういう人に出会いたい。ということで、引き続き皆さんからの大好きな人のエピソードお待ちしております。小原好みの心置きなく。お送りしてきました小原好みの心置きなく、お別れの時間が来てしまいました。この番組では皆さんからのメッセージをお待ちしております。宛先はおはがきの場合、郵便番号 105-8000 に文化放送小原好みの心置きなくまで。メールの場合はココラジアットマーク joqr.net、 ココラジアットマーク joqr.net です。ココラジのスペルは KOKORADI となっております。私への質問や普通歌、何でも構いませんよ、ぜひ送ってください。そしてメールを送る際は郵便番号、住所、本名を忘れずに書いてきてください。ということで、今回のステッカーなんですけれども、もうこの人しかいないんじゃないかな、今回は。ココネームりょんりょんさんに、お送りしたいと思います。素晴らしい旦那さん、いや奥さんもお子さんも素敵なんでしょうね。もう後日あの丸いステッカーが届きます。奥様から、え、何これって言われた、え、いや、なんでもないっていうのもありだし、この回を改めて聞かせるっていうのもありだと思う。うん、お幸せに。はい、ということで、あ、そしてココラジグッズ第2弾 T シャツ&アクリルキーホルダーのココラジグッズが文化放送の通販サイト A&G ショップにて発売中です。今ね、私手元に T シャツ着ているんですよ。あ、クキーも、みんなね、写真見たりこういろんなところで、あの画像を見ると白 T なのかな、何色だろうって思うかもしれないけど、ちょっときなりっぽい、真っ白ではないんだよね。だからよりこう着やすいかな、なんて、なんかこう柔らかい色にしたかったので、だからもう多分到着したよ、届いたよっていう方もしかしたらいるかもしれない。お揃いで来ましょうね。ということで、なんか今回またほっこりして、なんか興奮して、なんかぐちゃぐちゃになっていて聞き苦しい点があったらみんなごめんね。はい、そして今回の今週の一言は、ラジオネーム春巻さんからいただきました。何これ、一緒に寝てたの、お前とは寝たくないっていう方が、多分このラジオ聞いてる方のほとんどがそうでしょう。ここで聞き終えるタイミングなので皆さんお切りください、もしくはその聞いてるスマートフォンをお投げください。はい、ということで、そろそろお別れです。ここまでのお相手は小原好みでした。来週のこの時間も心置きなくおしゃべりしていきましょう。バイバイ。寝ちゃってた？寝顔見られちゃったのかな？恥ずかしい。